見てみ、ほら伸び伸びと動いてるやつがおる。するんや。バチ？何バチ？あかんバチ外したよカバン。だっておとんがそのカバンに缶バッチあかんわって言うから。おとんがそういうこと言うか、私はすぐ人に影響されるのに。今日は姫路の的形で集合って言ってます。的形海水浴場。海水浴か、泳げるんかな。泳げたらいいけど。違うで、誰かがな、マック行きたい、マック行きたい、マックシェイク、マックシェイク言うからな、下道でな、マクロ探してきたんや。誰や。なんで急にマックシェイクやったん。で、アップルパイ。ブツブツ文句言う、やめてくれる。よろしくお願いします。税許可が取れない。あ、OK。今受付している方がご招待でした。ありがとうございます。ここは姫路ですか。姫路ですね。あ、わかりました。私なんかあれやで、車降りた瞬間すれ違った人にお母さんにって言われて、なんで進んで、待って、私友達。あ、出てなかった。何が起こるかわからんし、耳根がいつ倒れるかわからんから、カメラ回しとくな、ずっと。ココラくん、初めてカメラに映りました。入っていい。その顔。あ、はじめまして。はじめまして。超ズームです、今。これで掘るの？これで掘る？これちょっと。スタッフさん優しい。姫路の方は社交的で、すごい優しい人が多いよね。誰も何も挨拶もしてないねんけど、ぬるっと始まったけど、いいかな？そうね。してまして、まして。なんか出てきた、今。あ、塩持ってきた？持ってこいって。海用の靴。七飯も海用の靴あるから、もらってき。違う、それ濡れたらあかんねん。23センチの海用の靴買ってくれとんねん、ママちゃんが。え、何の話でいいちゃうねん、裸足じゃ貝で足切れる。はい、説得難しい。ほら、かわいい、見して。ママちゃん買ってくれてん、っていうかこの人23やねん。でかない？砂入ったら後々気持ち悪いで。気持ち悪かったら、はい、投げつけるか。うん、わかった。じゃあ、心、団体行動。何してるんですか。ねえ、いや、履き方間違っとるから、それ砂入るで、中にめっちゃ砂入ったと思うで、一回洗ってき。大変や。頑張りましょう。ダーン。いいパンツない。上半身だけ入ったらいい。この子大変やな。ここら辺掘ってみて。一緒ねん。ハイホリや。あんた何しに来てん。やばい、うわー、やばい、やばい。ちょっと待って、ちょっとなんでカメラ向いてない時にそういうことすん。音だけ拾った。拾った、バケ言うた。ほんまや、足だけ見たら女子。あの昨日ドボンしたけど、なかなか冷たい。こんなとこ掘っても何も出てこないの。出てこない。え、なんで掘っとん。まだ掘った、バンと言うから。ほら行け、一斉に行け。何探したらいいんですか。貝やちゅうね。何しに来てん。潮干狩りやちゅうね。わー、見つけた。え、見つけたって、見つけたって。入ったらストッキング濡れます。諦めましょう。心を見習え、あれ。心だけなんか重さを抜くよ。帰ろうか言うたね。これは、これは目を開けるだけで一生懸命開け、頑張れ。起きて、あさりってよ、ほら見つけるで、ナナが。あ、ほんまや、見つけとうぜ、ちゃんと。転がってきたんやな。違う。どんぶらこ、どんぶらこ。認めたくないやつ。あの色の服は正解だな。うん、いや、言うてん。あの、うん、パジャマやんって言って、はい、言って、うん、一息置いて、うん、認めろ自分って言いながら、あの服だったら迷子にならない。あるな。街が強くも。短い足で。耳ね、これで携帯濡れても大丈夫。もう泥だらけだ。漬けやで。今入ったらお腹痛くなりそう。もう痛くなってきた。カメラマンあっち行ってくれなさ。カメラマンといえば誰？え？カメラマンといえば。漬け。終わったみたいな顔すんな。いや、行ってくるよ普通に。だって見てみ、ほら足長いからさ。よろしく。行ってこい。見て。
何のためにこんな足出しとん。見て。びっくりした。腰の位置こんな違うっていう悪さしようかと。美脚。足5本並んどるな。いやまあまあ、ここ最悪。最悪、お前。べちゃべちゃやんか、もう。トップと網。例えばこうすくうやん。適当に。掘り起こします。ああ上にかけます。水で揺らします。ここにはもう、そんなおらへんじゃん。ほら、おら。ないですね。ないか。誰か見つけた？おお。もうお腹すいたからさ、取ったらすぐそのまま食べていい。いいけど、あの、帰りの車でギリだけやめてな。2個目。お、でかっ。サブイボ。サブイボ立ってる、ほら。画面越しじゃわからんかもしれんけど。いいねんな。お腹に立つぞ。頭かしわんで。取り落としてくれ。待って。ちょっと地面に埋めて、なんだか取っとく。おい。あいつらは海で遊びに来てる。何をやりだしたん？おしずぼ開けたら入る。入るって何する？いけるよ。おー、何怖い。それお前押し相撲のルール知っと？肘でタックル入れたらあかんねん。なんなん、ちょっともう中学生になったから女の子と手触れるん恥ずかしくなった。おお前ら腕短いんやからもうギリギリで。待った。長いわって言う。腕短いねん。やめて。悪いこと言ってる人みたいになるから。吐きか今の。あのさ、海より上しか映ってないから。お前らか。あの結構こいつら3人の波起こせてるんよ。え？りゅうちゃん早くアサリ見つけて。サボってないでアサリを探せ。ああ女の子に力技で押して怒られとけ。いやりゅうちゃん泣かされとる。どうですか？え、ゼロ？この親子ダメだな。4個ね。ちょっと増えてる。潮干狩りって何時間やるん？潮引いてからやん。5時間ぐらいやる。気絶したかもしれない。ついに第一村人。おお。感覚つかみました。あいつら何やっとん？何サボってんだ。うわ。ああ、泣いとるわ。お前は何やっとん？心が泣かせましたってタイトル。やべ、やりかしにいた。よしな、アサリ拾いに行くぞ。地球破壊したい。なめくせに移りすまなか。息子がすいませんって謝っといた方がいい。あいつ好きな女にはいじめしちゃうタイプや。あれ？俺さ、他の二人は知らんけどさ、緑のやつ頭いいはずやねんな。おった？おお。ほら、これ2個いるからもうこれオスとメスやったら養殖できる。俺がさ、子供の頃から書き取ったよ。そう、着せられ取ったっていうのもあるんだよ。こういうとこに行く、どっか行く、赤いやつ。あー、これ。あれね。もううんこみたいやん。お前何、何の成果もなくソーセージ食ったんや。もうべちゃべちゃやないかい。どうしたのかね、つけ。いや、来た。お前口からソーセージ爆弾放つな。おいしい？誰がカレーなんか買うてきたの？え？汁だらけや。
お前も汁だらけ。朝ごはんを食べてなかった。朝ごはん食べてないからな。さっきココロラがな、持って行ったやん、うん、カレーうどん見たらもうカレーうどんの口よ、うん、何でもあるのね。あ、すいません、飲んでました毎年来てるんで、姫路の周辺の皆さん見かけたら、ね、声をかけてください。私も3組ぐらい。あ、そうなんよ、うん、私怖くて声かけれんかな。ああ。あー言ってます。それは何食べるかせーの。せーの、フランクフルト。すごい、缶チューハイしかないですって言われて、缶チューハイレモンだったら何でもいいですって言ったら氷結。いつも通りさっき面白いこと言われたで。ホムスタの看板の人ですか。店員はさ、ジムに好きになってきて、せーの、デビュー、せーの頑張ってる。頑張ってる、頑張ってる。せーの、せーので、おい、マリちゃん、だいぶ深い。え、これだけですか。浅いわ。食べた、すごい。ついてないでな。あ、ほんまや。ラーメン、ラーメン。ごちそうさまです。凍結飲みます。どうせ、え、持ってこいよ。ミズキさんがくれたの。持ってこいよ。アメちゃんが言ってたって。もう途中で俺と、もうどこにおったん。もう塩、あんな穴開いとったらな、塩入れたらマテガイ出てくるって。塩持ってない。あるって。そこに入れとくの。ヤドカリの餌やで。あやどこに食べよる。待てがおるって。これ七飯のところに行くで、行くで。やる気になっちゃう。やる気になる。みつけさんと奈々ちゃんが必死に探してます。ってなった。辛い辛いって言うと辛い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 言ってる。あ、こっちなった。あ、来た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 。え、え、なあ、そろそろ帰ろう。そろそろ帰ろう。コールするわ。そろそろ帰ろう。心着替え出したるわ。はい、温水シャワーありました。よかったです。寒いです。寒いです。そして仮設トイレが鼻がもげるかと思いました。痛すぎます。ひー、これタオルで払う。うん、タオルで払った方がいい。ジンマシン出てくる。そうそう、ジンマシン出るね。ナナ、いった。ま、見てほら、ジンマシンがそこに置いちゃう。なあ、そうそう、寒暖差やな。冷たかったもん。え、あの最初は入って数分したら慣れてきて、ちょっとこっちに飛ばすやめ。逆に暑いなって思って。なんか下つけたな。出て砂でさ、コモルと遊んでたやん、うん、遊んでて、それでまた探しに行こうと思ったら冷たくなった。そうやな、そう、奥に行くほど冷たかったね。そうや、でかすぎて、でかすぎて、光より重たい、でかすぎて乗られへん。頭、光るより重たいは失礼。ナナちゃん、せっかく温水シャワーしたのに顔洗うん忘れた。カレーがついとる。今日の成果、成果、超過成果、これやば。マテガイでか。モナちゃんが取ったの。だってほら、光の指ぐらいある。いや、もっと長い。いっぱい取ればね、バター焼きできるんだけどね。待てがいね。で、なんと、明日のタコ釣りが。ショック。はい、今からオムライス作ります。というわけでした。潮干狩り Vlog でした。次はね、来年潮干狩り行きたいと思います。それでは、また明日の動画でお会いしましょう。バイバーイ。きっと大丈夫、いつも向かって